悲しいよ。どうしたんだよ。絶対成功すると思ってナンパしたら、秒で逃げられた。でしょうね。なんで、マジで失敗の原因がわからないんだけど、やっぱ女の子って面白い人好きじゃん。だから声かけて速攻で一発ギャグやったのに。それだよそれ、失敗の原因それだよ。ふ、主ちゃんダメねー。最近の女子は賢さを求めてるのよ。そっちか。いや、絶対違うと思うが。じゃあ英語とかで話しかけたら、成功しちゃうかも？英語は今や世界共通言語、話せる人も多いから。そうか、わかった、サンキューレイム。なんでだー。なんか喋れたらかっこいいかと思って、ギリシア語でデートに誘ったら、また、通じなかった。でしょうね、日本の女の子1万人にナンパしても、ビビるの一人いるかどうかのレベルだわ。あら、ここのビーチの女子はガードが硬いようね。どんなにガードゆるゆるでもこいつには引っかからんわ。賢い大作戦でもダメ、面白いのもダメときたらもう、見た目で勝負するしかないわ。人間はね、第一印象で自動的に、この人が恋愛対象に入るかどうか、勝手に判断しちゃってるんですって。なるほど。だから見た目でこの人好き、こう思わせればもう、アホだろうがなんだろうが成功よ。その見た目がね、色白ヒロヒロヒロ、なよなよ男子ですからね、はい。そうね、まずビーチでその白い肌、そんなの女子に相手にされないわ。そうか、もっと黒くなってモテボディを。あれ、なんか違う？いや違うところじゃねえ。ということでこの流れから無理やり。黒い砂漠 PS4 版ついに来たー。それじゃあ早速、楽しんでいきましょう。まずは特徴の一つでもある、自由度が高すぎるキャラメイクから。職業が選べるんだけど、私たちはまずはソーサレスで開始。おし、じゃあソーサレスで思い通りの顔、体、格好にしていくぜ。はい、ここからは主の個人的な好み丸出しです。まずは髪型。ご覧のように、いろんなタイプの髪型が。やっぱ最初のこれいいじゃんと思い反対側見たら。めっちゃ刈り上げてたー。ちょっとここまで攻めた髪型はやめておこう。ってことでこれにしたのですが、まあね、たくさんある髪型から好みのを選ぶ。ここまでは結構いろんなゲームでもあるけど。気づいてます？微妙に髪の長さ変わってるの。おし、もう少しここ短くするかな。はい、髪の微妙な長さ、カール、ストレートなど、そんな細かいとこまで自由自在。あ、もちろん髪色もってことで、いろいろ調整し髪型は納得できたので。さあ、何色にしようか。赤よかったな今の。赤もいいけどやはりここは、暗めの茶色かな。ってことで髪が決まったので、今度は顔か。どの顔がいいかな。もちろん顔も細かく調整できるので、自分に似たアバターを作ったり、好きな芸能人に似せてアバター制作、それで冒険に出るのも面白そうだ。ってことでぜひ皆様も黒い砂漠、母ちゃんに似たアバターで始めよう。なんでやねん、母ちゃんで冒険に出たくないだろみんな。はい、今のは顔面タトゥーやったら事故ったので気にしないでね。おし、身長を少し伸ばしてスタイルも最高に、それにしてもいいですね、この格好。黙れよ。ふ、そしてボイスまで好みのが選べちゃうのだ。どれがいいかな、声フェチだから迷っちゃうぜ。声も散々迷い選び、とうとう最後の服装。どんだけ迷ってたんだよ。水着があればそれでいいんだがな。うっせぇよ。はい、ってことでついに完成。美しさとかっこよさを兼ね備えたアバターだ。ちなみに他の方が作ったアバターを見れる機能もあるので少し。おお、みんな個性的なアバターを。やはり、さすがに顔にタトゥー入れてる人はいないな。おし、じゃあ渾身のアバターも完成したので、ワクワクの冒険に出ますかなそろそろ。名前はレイマリに。私たちの名前の合体。女性キャラなので主はやめたぜ。それにしても、美しいグラフィックだ。では、いざ黒い砂漠の世界へ。なんだこの映像は。あ、音声内のはバグじゃなくもともとこのシーンは無音よ。お前とは、誰のことだ？はい、物語の始まりはこんな感じ。進めていけばこのシーンの真相がいずれ？我らのレイマリさん。なんかめちゃ眩しそうね。
急にこの世界に放り出された、そんな感じだな。それにしても、美しい景色だ。どうやら依頼をこなしていき、メインストーリーを進めていくようね。まずはエダンさんとやらに話しかけろと。それじゃあこの依頼を受領して早速。おいおい主ちゃんどっち行く？あ、ルートの方向反対だった。さあエダンちゃん、可愛い女の子かな？お、いました。本当に専門家なの？そんな感じはしないけど。私は全ての男だった。あら、なかなかイケメンじゃない。の専門分野です。言葉だと誰もが専門家ね。あんただけで可能なの？こんな感じで、ストーリーの合間合間にムービーが。古代語専門家に、この間抜け国民実力ある発掘団もいます。どうやらこの世界、いろんな種族が存在するようだ。彼は、人面に即歩行士家族かな？そんな名前の種族いるか。残念ながらことの重大さに比べあなたを信頼することは難しいです。この辺でお帰りください。別の種族だからね。うん、字幕をつける優しい主チャンネル。思いっきり日本語話してんだから意味ねえわ。バレンシアの遺跡で発見したものです。皇室でも認定された古代の遺物です。古代の遺物、冒険心をくすぐるぜ。金鉱の宝石ではないか。闇の力を封じるという。闇の力、最初の映像と関係がありそうね。ジョルダイン教はこういうものをお探しなのかな。わかった。古代人の石室調査をお前に任せよう。期限は半月。私の兵があんたを石室へと案内するはずさ。それよりも早く結果が出ますよ。はい、この後すっかりハマりプレイすること数時間。PS4 コントローラーの操作感は抜群。レイマリ、強い強い。そしてとにかくフィールドが広大で、洞窟に遺跡にワクワク。途中途中でボス戦なんかもあったり。お、闇の力か。そして先ほども言ったように広大なこの世界を徒歩移動は辛いってことで、旅の途中、相場をゲットだ。この馬に主という名前をつけたぜ。主にのるレイマリ。まあいっか。そして旅の途中、ここで強敵に遭遇。おお、なんかカオスな光景に。なんか出てきたー。こいつ、ペットにできないかな。できるか。じゃあお友達に。こいつと駅とかで待ち合わせしたくねえだろ。おし、じゃあ主は安全な場所に避難させ。レイマリー系。スキルを駆使し、うまく立ち回っていく。危ない時は距離を取りつつ。で、しっかりリスク管理していたつもりが。いや、一撃でダメージでかすぎー。負けた。ってことですぐにリベンジ。いい加減にたばれー。倒したー。こんな激戦の後は、のんびり釣りなんかも楽しめたり。お、かかったかかった。コマンド入力。取ったぞー。おしゃべりなやつとは一緒に遠くまで行けないな。タチウオゲット。あ、ちなみに先ほどちょっと触れたスキル。レベルが上がっていくにつれ、どんどんいろんなスキルを習得できるように。すでにレイマリも何個か習得。職業ごとにいろんなスキルがある感じかな。それでは最後に、巨大な街カルフェオンの街並みでお別れ。おお、前方に見えてきました。巨大な街、カルフェオンに到着。おお、こういう街並み、テンション上がるぜ。いやあ、いい景色だ。でもせっかくならね、もっと高いところからの景色をということで。ちょっと高台まで移動。レイマリ、すっかり冒険者。さらに高い場所発見。ということで本日はついに PS4 でも発売された黒い砂漠、遊んでみました。ワールドボスを他のプレイヤーと協力して倒したり、サーバー間での移動も可能。ハウジング機能で自分の部屋を自由にカスタマイズできたり、食用に海の中のダンジョンなど、今後もアップデートで様々な要素が増える予定なので、ぜひ皆様も遊んでみてくださいね。
購入についての詳細は動画概要欄から。それでは、ご視聴ありがとうございました。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。